U23 日本 VSU23 アメリカ国際親善試合、サッカー U23 から23日本代表は日本時間12日、U23 アメリカ代表と国際親善試合で対戦している。パリ五輪メンバー発表前最後の試合で、U23 から23日本代表は、藤田ジョールチマや荒木涼太郎、斎藤光樹などがスタメンに名を連ねた。 立ち上がりから主導権を握った U から23日本代表は5分に決定機を得る。左サイドから斉藤がクロスを狙うと、これが相手 DF の手に当たって PK が与えられた。これを藤尾翔太が決めて、最先よく先制する。リードした U から23日本代表は、良い流れのまま試合を進めて相手にチャンスを与えない。最終ラインからのビルドアップもスムーズで、 追加点の後期も作った。U から23日本代表は22分にアクシデントが発生する。相手のシュートを顔でブロックした山本理人がピッチに倒れ、川崎聡太と交代した。それでも試合の主導権を譲らなかった U から23日本代表は、U23 アメリカ代表に同点弾を与えず。前半終了間際のピンチは国ボレオブライアンの攻守で防ぎ、 一点のリードを維持して前半を終えた。